台北市文章宮正面台北市文章宮は台北市中山区にある病。その名が示す通り、文章帝君をはじめとした神を祀る。五文章というように、一般に文章帝君、先駆け守朱神、旅祖、官邸の五柱,柱の神がセットで祀られるが、この台北市文章宮では五柱のうち旅祖を書き、代わりに大祭星君が祀られている。先駆け星は、 文先がけふ氏の名前を全面に祀られている。文章帝の病について、書院との関連性が中国南部あるいは台湾で指摘されるが、本病は純粋に民間信仰の病としての性質に特化しており、学校として扱われたことはない。とはいえ文章帝であるからして、観光本などでは、孔子病、辰山寺と並ぶ台北の 三大受験祈願のメッカなどと紹介されている。裏手の民通る公園より、住所表記は民生日時45地また九郎2から1号となっており、台北都市運送連駅すぐの送連市場に、賛道も何もなく市場通りと一体化したような状態で立地する。裏手には民通る公園があるが、正確にはもともと公園があった場所に文章宮が引っ越してきたということである。 行きさつは、次節の歴史説に述べる。この病の歴史はそれほど古くはなく、起源は日本統治時代に求められる。日本による台湾統治の時代に、とある中国の商人が移住の際に持ってきた心臓が、そもそもの始まりである。この商人は結局商売に失敗したために心臓を放置してしまった。この心臓を、とある夫人が発見、夫人は、 これが何の像であるか分からなかったため長老に尋ねたところ、文章帝であるということが判明し、小さな病を建てて祀った。1960年に拡張工事を行ったというが、それでも簡素なものにとどまった。走行ううしているうちに、台北都市運淡水線が通るという話が持ち上がり、その建設予定地と病が被ってしまうということで、現在地すなわち民通る公園の一角へ、 移転することとなった。地元民らの助力も得られ、1992年3月から年末までの期間で移転工事が行われた。その後も拡張工事が行われ、2004年には分先がけ風刺と鑑定の2009年には囲髪の病を工事している。なお、ミントール公園は1976年に完成した公園で、 1610平方メートルほどの面積である。台北都市運淡水線総連駅の2番出口より徒歩3分。本分でも記述のように総連市場のただ中に位置する。ありがとうございます。